こんな質問ありました。歩行分析が苦手なのでコツを教えてください。今回は立脚周期です。立脚周期で観察するポイントはズバリ臀部の服のシワです。臀部の服のシワが出ているということは股関節の伸展がしっかり出ているという証拠です。臀部の服のシワを注意深く観察して左右どちらが伸展が出ているかを観察してみてください。そうすることで立脚周期の状態がいろいろ見えてくると思いますよ。詳しくは概要欄の動画で解説をしていますのでご覧になってみてください。質問はコメントに直接か URL からお待ちしております。また質問してくださいね。